こちゃん、フレンからの愛が重いと感じることはありますか？今だろ。ない。ないよ。重くないよ。え、本当ですか？えんだー、うん、いや、今のとか聞いてキモって思いませんでした？大丈夫ですか？え、思ってない。嬉しい。あ、本当ですか？よかったよかったね、フレン。トコちゃんじゃなかったらこんなこと言ってくれないよ。好きになったのがいいね、トコでよかったな、本当に。なんかたまに、結構親しくしてる後輩とかに対して私が嫉妬したりするのも重くないですか？いい機会だからついでに聞くのやめなよ。本当に最近思ってることをついでに聞くのやめなよ。なんだね君は。どうですか、トコ先輩。あれは面白いから。おもろいんや、それは。面白いの。一回ほんまの嫉妬する時があるの、なんか。ほい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 。ご飯行こうって言われてさ、みたいな話したら、うん、嫌ですって。いろいろ葛藤があるんだろうな、その嫌ですには。なんか私がこんなこと言う権利はないんだろうけど、でも嫌みたいな。褒められなかったんだね。ケルベロス所属のチミ毛量、